JA グループ佐賀主催の佐賀農業まつりが1日、佐賀市川添町の佐賀空港東特設会場で始まりました。会場では大地に感謝、未来へつなごう、食と農をテーマに、佐賀県内を代表する農畜産物を販売しています。このうち産地直売コーナーには野菜や果物など県内各地の旬の農産物が並びます。またソーセージなどの加工品も充実しており、初日から多くの来場客でにぎわいました。このほかテーマ館では味噌作りが行われ、参加者はすりつぶした大豆やぬかを力いっぱいに手でこねていました。佐賀農業まつりは5日まで開かれます。午前9時から午後4時までで、最終日の5日は午後3時までとなっています。